iPhone 13 Pro Max 進化したカメラ、夜間での撮影に強くなり、まるで映画のような撮影を体感することができるシネマティックモード。元男の子の青木かのんです。今日はですね、9月24日ということで iPhone 13 Pro Max が私の手元にも届きましたので、今日は何をするかというと、こちら前作の iPhone 12 Pro Max と今回出た iPhone 13 Pro Max どのくらい変わったのかということと、今から開封していってどんな感じなのかっていうのを皆さんにお届けしていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。私テンションがめちゃめちゃ上がったっていうことで、さっきねストファン1貫飲んじゃったからもうすっごい酔っ払ってるんですよね。なのでアル中のように見えますけども、アル中じゃないっていうことを、やばい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 、言葉がちょっと飛んでしまったということで、早速介護していきます。すごいんだよ今回の iPhone 13 Pro Max。 もうそんなのいいから早く開けなさいということで、ね、テンション上がってるんですけども、じゃあ開けていきます。こんな薄かったんですね。もう見ればわかるよっていうことで、いきますよ。やべえ、気持ちいい。ちょ、ごめんなさいね、ちょっとちゃんと開けますね。はい、どんな感じになってんの。じゃあ いきますよ。すげえ、こんな感じです。いや、これじゃわかんないね。じゃあ いきますね。なにこれ。あ、なに、ビニールがついてないじゃん最初。あ、てか変わってんなこれな。え、すごい、これさ、ペリペリが全部ついてるんですよ。今回からこうなってますよ。こうなってます。こっからこう開けろっていう感じですね。スライドでペリペリ。じゃあ開けていきますよ。そうですね。お、いいね、なんか滑らかな感じで、滑らかプリンですけども、もう顔が真っ赤でアル中まっしぐらなんですけども、ブン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 。まだ見てませんよ、この秋。この秋はまだ見てませんよ。いきますよ。うわ、すげえ。こんな色なんだ。うわ、すげえ。だってカメラでけえな。こんな感じです。お、でかっ。カメラが 1.5 倍ぐらいでかい。え、そっか。カメラ機能がアップしてますもんね、今回。いきますね。落とさないよね、これ。もうめちゃめちゃ高いですから。高級品ですからね。ティレラブルーの色。ちょっと側面もちゃんと見たいからね。いきます。わお。あ、これ中身はこれです。あのライトニングとシムピンと説明書みたいな感じで、もうそれ以外何も入ってないんで、これはもう省きます。これすごい。あ、前回のさ、なんかあのミッドナイトブルーでしたっけ、なんかそれとはまた違う色味。すごいですね、前作のミッドナイトブルーと違って爽やかな色なんだけども、爽やかすぎず少しシックな色味といいますか、なんだろう、この後ろのこのサラサラ具合とこの調和されたような感じの落ち着いたブルー。ちょっといじる前にあのフィルムだけ貼らさせてください。そこに貼りますので。元ソフトバンクショップ店員ということで、保護フィルム貼りの魔人ですから、めちゃめちゃうまいですよ。ということで今回ですね、にまそさんの保護ガラスを貼っていきます。やばいな、ちょっとほこり入んないようにしなきゃいけないかな。で、この後はですね、あの前作の12 Pro Max どれくらい変わったのかっていうところをメインにいろいろ語っていきたいと思います。絶対これを見たあなたは得した気分になるようにしますんで、ちょっと待ってくださいね。貼りますんで、リベリいきます。指紋つけないようにしなきゃいけないからね。じゃあいきますわ。お肌がめっちゃいいね。すごいすごいすごい。この輝きですよ。輝きね。うわ、表面張力かのごとく。普通の一般カフェだったら絶対ない。美容ダスト。そしてお次は液晶用のウェットティッシュ。これさえあれば絶対に失敗しませんから。ちょっと貼っていきます。いったぞこれ。完璧だなこれ。めっちゃ綺麗だな。全く譲れないぞこれ。さすが元ソフトバンクショップ店員だけあるな。お、全然違うの。違う。え、違うじゃん。待ってよ、綺麗に貼れたことはもうどうでもいいんだよ。電源入りますけども、見てください、ノッチのサイズ違うぞ。ほら、この M 字ハゲのところがサイズが違う。すごーい。しかもね、こうよーく見ていただいたらわかるんですけど、ここにスピーカーあるんですよ。だってさ、12の時ってさ、ほらここにスピーカーあるんですよ。ほらほらほら、違いますよね。位置が全然違う。すげーな。
たー、まあ、もうこれはすごいぞ。なんじゃこりゃ、滑らかさが違う。ちょっとこのあたりもですね、今から話していきます。どれぐらい変わったのかっていうことを、まあですね、今からこの詳しいスペックを説明する前に外観チェックをしていきましょう。おしゃれ映像スタート。サイズも全然違いましたよね。これさ、なんかもう一種のこれがむしろ iPhone だよねっていうぐらい、これがなきゃ逆に違和感っていうぐらい iPhone っていう象徴になりましたよね。サイドはですね、前作と同じステンレススチールなんですけども、こんな感じです。かっこいいな。うわ、重厚感があります。すごいですよね、ノッチのサイズ。全然違う。これは、すごいな。より没入感を感じられそう。レンズの高さはそんなに変わらないけど、少し厚みが増した感じがします。ゴールドよりもいいかもしんないな。今回は、これ買って正解かもしれない。ではですね、今から、この iPhone 13 Pro Max と iPhone 12 Pro Max の変わった点だけをピックアップして、そのピックアップされたところが、今回の新機能、目玉機能になるので、ここを皆さんにご紹介していきます。結構盛りだくさんですよ。どうぞ。まずですね、レンズ、この望遠カメラ、広角カメラ、超広角カメラは変わっておりません。配置も変わっておりません。ただですね、シネマティックモードというめちゃめちゃおしゃれな、おしゃれというか、そう、すごい映画チックなおしゃれな映像が撮れる機能ができたんですよ。それを皆さんにお届けします。まずはお先にどうぞ。ではですね、今から目玉機能シネマティックモード試していきます。画面のこの項目から選べるようになってますね。こうやってやって、こうやると、この被写界深度ってあるんですけども、これをですね、こう動かすと、見てください、この今リングライトあるじゃないですか。これが今からボケますよ。グググググググ、やばくない？すごいっすよね。こんなボケてんすよ、見えないみたいな。でもこっちほら、これはくっきり映ってんの。ではですね、今から電気をタップしますよ。こっちピントはこっちに映る。すごい。でもう一回こっち、あ、これすごいな。映画じゃん。で、録画最中もこっち、こっち、あ、これやばい。わ、これすごいな。すごい。こんな感じです。すごくないですか？ピント後から合わせるって、大変だって思うんですけども。ってことは、撮影事故が起きないっていうことですよね。よくシャッターチャンスとかでさ、まあ、焦ってやるもんだから、なんか映したい、まあ、例えば大仏とか、大仏をこうやって映した時に、うわー、なんか後から見返してみたら、ピントが全然ボケボケじゃーんみたいな。そういうことがなくなるっていうことですよね。最高です。そしてお次の項目、インカメラ編。すごいのがこれ、インカメでもできるんですよね。 iPhone 12 Pro Max もちろんインカメもまあ良かった、まあ良かったかもしれないんですけども、さっきの映画のように撮れるそのシネマティックモードがなんとインカメでもできちゃいます。すごいよね。では早速テスト開始。すごい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 。これ何、これ、どうなってるの、これ。これシネマティックモードです。すごい合成みたい。そして次ですよ。これはちょっと快挙なんじゃないのっていうことなんですけども、これはすごいですよ。最大 120Hz のアダプティブリフレッシュレートを持つプロモーションテクノロジー。そうなんですよ、画面が1秒間に、そう、パラパラ漫画想像してください。1秒間に120枚ペラ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 ってこうやってやってるんですよ。だからめちゃくちゃ滑らかなんですよね。今出てると思うんですけど、どうですかこの滑らかさ。 iPhone 12 Pro Max は 60Hz だから1秒間に60枚ってことですよね。片や iPhone 13 Pro Max は 120Hz だから2倍ってことですよ。こっからスローモーションしますよ。もっと分かりやすくなりますよ。こんな感じです。いや、すごいな。もうないよりは絶対あった方が快適ですよね。いい感じです。ではお次はレンズ編ということで、このレンズの性能が結構上がってるんですよね。右側が iPhone 12 Pro Max なんですけど、これ F2.2 度書いてあるじゃないですか。これって低いほど性能高いんですよ。ってことは何？ F2.8 じゃないですか、この13 Pro Max。 性能下がってない？性能とかの問題じゃないですよ、実は。本当はその絞りなんですけど、はい、絞り、はい、まあその F 値が低ければ低いほど、はい、まあ、その光を取り込める範囲が広くなるってことなので、はい、まあ、その分明るいってことですよね。その絞り値が高ければ高いほど暗いって感じです。あ、なるほど。じゃあ別にあれですか、そんな F2.8 だから悪いとかじゃなくて。そうです、そうです。だそうです。もう一回いきます。気を取り直して。はい。ではちょっと作例を見ていきましょう。どうぞ。
iPhone 13 Pro Max 進化したカメラ、夜間での撮影に強くなり、まるで映画のような撮影を体感することができるシネマティックモード。お次はですね、ボディ編なんですけども、高さは変わらず、で幅も変わらず、で厚さがちょっと厚くなってますね。12 Pro Max が 7.4mm、 13 Pro Max が 7.65mm、 だから 2.5mm ちょっと分厚くなってるってことですね。で重さが、はい、プラス 12g 上がってるってことか。まあでもそもそももう 200g 超えてる時点で片手で長時間持つのしんどいんで、もうこの 12g は誤差っていうことでお願いします。まあ確かに重さがちょっと変わってるかもしれないな。なんかだんだん顔の色が戻ってきてな。この動画を最初から見た人は私がどのぐらい酔いが覚めてきたかわかりますね。でお次が、チップと電池容量なんですけども、これ結構変わってますね。まあ、前作よりチップが1個更新されたってことで A15 コア数上がってますね。すごい、まあ、ここに書いてある通りスマートフォンで最速のチップっていうのは本当にそうだと思ってて、すごい最適化されてるんですよね。 iOS っていうかバッテリー最大20時間から最大28時間にアップしてるんだ。あれものすごい。引き続きカメラのまた変わったところなんですけども、右側の iPhone 12 Pro Max ではちょっとなしっていう、顔なしですね。これ顔なし、私の描いたキャラクターなんですけど、まあ、なしになってて、で、左側の iPhone 13 Pro Max は、シネマティックモードで、あとはプロレズですね。これ12月からサービス開始みたいなことなんですけども、 Apple のその独自企画でめちゃめちゃいい映像で撮れる、そういった機能らしいですね。これ12月からなんでまだ始まってないです。ただ iPhone 12 Pro Max はできないので、これも目玉になるよねっていうことですかね。ではですね、ここからはもうスペック表とかそういうのは関係なしに、使って前作とどれくらい変わったのかっていう、私個人のあくまで主観しかないこの体感的な変化を今からお届けしていく編っていうことで、まず一つ目の比較編はインカメラです。いや、インカメラもこれいいですからね。 iPhone 12 Pro Max も。じゃあいきますよ。どうでしょうか、色味。あとは映る範囲の変わり具合とか、どっちが広角なのかな。うん、色味、あでもねこれちょっと解像感増してますね。多分画質とかそういうのは変化はそのスペック表ではないんですけども、特にでもこのインカム見た感じだと、多分 iPhone ってあれなんですよね、スペック表じゃ語れない部分もあるんですよね。なんか私こうやって見るとスパゲッティ食べた後の唇みたい。インカメラの使った感じだと体感的に私はこっちが iPhone 13 Pro の方が良かったです。なんか色のコントラストがすごい綺麗で、ちょっと漏れてるように感じた。なんかiPhone 12 Pro Max は黄色みがかってるので、私的にはこっち iPhone 13 Pro Max で撮ってる方がテンションが上がりました。一人ではわからないこと、読みすぎ、いいですね。なんで音質チェックする前にちょっとバレちゃったじゃん。物議かまし出しちゃうじゃん。今日は気を取り直して音質チェック編ということで、今からですね、そうだな、何の音質素材で音質チェックしようかな。あ、そうだ、青木かのんっていう YouTuber が出してるかさぶたの私っていう曲がちょうどいいから、それで音質チェックしや。では先行は iPhone 12 Pro Max さんです。お願いします。ポチッ。忘れないように今のうちに先行後攻答えカシャーン。こちらも同じ条件下で最大音量からマイナス2で再生します。いきます。ほんとマイナス 2？嘘だ、めっちゃいいぞ。ちょっと歌一瞬聞かせて。
すげえ。すげえ。めっちゃ響く。え、やばくないですか。やばい。ちょっとすげえ。こんな響く、え、本当にマイナス 2? 嘘だ。あ、マイナス2だ。証拠証拠。え、これ今マイナス2になってますね。1、2で、ほら最大になってたよね。バーが。やば、いや、これ桁違いですね。初めてかもしれない、こんなに桁違い。あ、いや、やばい。すごい。このためだけでも買い替える価値ある。なんて言えばいいの、空間オーディオって確かなんかアップルのその イヤホンっていうかエアポッツとかじゃないと できないじゃないですか、これ。できないんですけど、なんかこれ使わなくても、こう、なんていうのその、わーってこう、包まれるんですよ。語彙力が失われますけど、めちゃめちゃ伝える、素晴らしい。いや、え、ちょっと待って、私1台買ったけどよかった。いろんな音楽入れて、あと映画も入れて、これだけで完結したい。すげえ、これ。めちゃめちゃすげえ。はい、ということで今回ですね、ファーストインプレッション開封と、あとは前作の iPhone 12 Pro Max との比較をやっていったんですけども、これね、カメラももちろんいいんですよ。で、インカメラもイントネーションおかしい、大興奮なので。画質がなんかね、スペック上では一緒なんですよ。ただ色味が全然違う。色味が変わった。 すごい。セルフィー盛れるし、で、カメラもこの映画っぽく撮れるじゃん。あとこうやって音楽鑑賞でもすごい楽しめるじゃん、大迫力で。今この SNS の時代、発信する側、まあ私たちみたいななんかコンテンツ作って発信する側でもいいし、あとはこの見る側、ネトフリとか YouTube とかいろいろコンテンツを消費する側、どっちでも楽しめるんじゃないのかっていう、もう究極のデバイスのような気がしました。なので、個人的にはもう一番、いい、そのマックスを皆さんに強くおすすめします。これね、もう一気にテンション上がっちゃった。なんかもうカメラのその性能とかももちろん大切だし、あとなんか本体のサイズとかデザインとかもそんなのね、もう気にならなくなっちゃうぐらい、この今の音質すごい感動しちゃった。これすごいな。なのでぜひ皆さんチェックしてみてください。お店とかでも見れますので、ぜひチェックしてみてください。これからもですね、iPhone とか、まあ、いろんなガジェット系動画どんどん公開していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。あとですね、今ここにいらっしゃるルラナさんとですね、この後撮影するんですけども、そこで何を撮影するかっていうと、スマホの頂点を決めるレビュー動画を撮ろうかなっていう話になってて、今私が使ってる Galaxy S21 Ultra っていう Galaxy の頂点で、この iPhone の頂点私今回買ったので、でルラナさんも買ったんですよ、私と同じやつ、これね。なので iPhone 13 Pro Max と Galaxy S21 Ultra の頂上決戦も、やりますので、ぜひそちらも見てください。そちらは画面の下にリンクあります。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。